んこんにちは、森井奈緒です。今日は天空の城ラピュタより鳩と少年トランペット五重奏バージョンを皆さんにお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。この動画が面白かったよっていう方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。オリジナルとね結構違う感じだったので皆さんどう思われたかなって思うんですけど、私は売ってない楽譜の感じでねやるのがすごく好きなので、いろんなアレンジをこれからも作っていきたいなと思っています。トランペットであんまりやらない感じのね曲とかやりたいなっていうふうに思います。トランペットって結構低音から高音まで出るので、アンサンブルでやるとすごいねオーケストラみたいな感じですごく分厚いサウンドになるので、すごくねいろんな曲にマッチするんじゃないかなと思っています。音楽の演奏動画って結構手間がかかるのでしょっちゅうはできないかもしれないんですけど、皆さんももしリクエストなんかあったらコメント欄に書いていただければ、できる限りお答えしていければ嬉しいなと思っています。ということで、また次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。バイバーイ。